斉藤常三郎11月20日から1951年7月22日は日本の法学者。和議法、破産法の権威者で神戸正代、京都帝大の各教授、藍津丹大学長を歴任した。和議制度の研究で京都帝大法学博士、日本学士院会員、実務経験を有する研究者であり、判事時代に表した注釈訴訟記録は、 実務家研究者双方に、貴重な著作として扱われた。日本の民事訴訟法は1890年に、制定されたが、その学問的研究が発展を遂げるのは、大正中期以降であり、斎藤は、その先駆者の一人である。日本破産法は1922年制定された、破産法に関するもので、同法に関する書として、加藤正春の、破産法要論と並ぶ。 代表的著作である。比較破産法論は、斉藤の特色の一つであった、比較制度論的研究が示されている著作で、評価が高い。日本和議法論は、和議法研究の最高権威である。日本学士委員会員に選任されたのは、死去の前年に当たる1950年であった。末川博士は、斉藤の研究につき、民衆の権利擁護 経済的弱者の被護を目的とする良心的な主張がある旨を述べている。大阪大学にはその蔵書1971冊を収めた斉藤文庫が設けられている。1949年、若松商業に高校卒業後2年間の教育を行う専攻課が設置され、斉藤はその教員となる。専攻課の設置は短大創設準備の一環で、 斉藤は創立運動の中心人物として活動した。藍津短大の開学あたって初大学長に就任。第1回入学式は1951年5月5日である。斉藤源志郎の三男として福島県に生まれる。藍津中学一高政治家を経て1904年に京都帝大読法科を卒業。司法官司法となり、また大学院で、 民事訴訟法を専攻する。1906年から判事として大阪地方裁判所大阪公訴院で勤務した。1919年より神戸高証教授を務め民法、破産法などを担当し、また在外研究員として海外に派遣されている。1926年3月に博士号を取得。神戸正代教授として民法捜索、物件を担当した。 1933年に京都帝大で滝川事件が発生すると法学部教官はその3分の2が大学を去る事態となり同年末に斉藤は京都帝大教授を兼務した京都帝大には1938年12月まで在職し破産法を担当した神戸正代からの退官も同年で1940年に名誉教授の称号を授与される 退官後は弁護士となり、神戸商大講師としても講義。戦後の1951年1月31日に、設立認可を受けた合津短大の初大学長に就任し、在任半年余りで死去した。第1新手続き、第2新手続き、第1巻、1926年、第2巻、1927年、第3巻、1928年、第4巻、 1928年、第5巻。1929年、第6巻。1930年、第7巻。1931年、第8巻。1933年、第9巻。1934年、第10巻。1936年、第11巻。1938年、第1巻。第2巻。証拠調、上訴以下、相続公文領処防。 九百三十四年、仏件第一公文道処九百三十五年、再建格論一公文道、書店、九百三十九年、上九百二十六年、下九百三十四年、滝川事件で辞任した、小西重直京都帝大総長。小西は、斉藤の母校の前進校である、私立日、新館出身で、小西と斉藤は、 合図会会員であった。第10冊は技法について、1924年、第22冊民事政策と弁護士、制度、1925年、第33冊住所に関する考察、1927年、第37冊支払猶予に関する法律的、考察1927年、第39冊破産及び和儀と、新九1928年、 第42冊新しき主義の民法。1929年、第44冊破産犯罪人の監督。1930年、第47冊法人信任の傾向。1930年、第57冊破産。和議債権者の職業的代理人。1932年、斎藤と同時に、学士院。 第一部人文科学会員に選ばれる昭和25年9月から12月、昭和25年10月7日。神戸交渉の後ろ見。冒頭の肖像写真はこの論文集に掲載されている。執筆者は、中村宗を、小野義経、田中和夫、金子はじめ、吉川大二郎、川上太郎、牧健治、斉藤秀夫、石田文二郎、北村五郎、田島淳。 岩田真、林良平、木村健介、カラス、海洋善良、大隅健一郎、八木博士、大森忠夫、渡辺宗太郎、田中兼友、池田久志、田原静夫、田中康太郎である。石田は斎藤と同じく、滝川事件後に京都帝大教授となった。ありがとうございます。